豊臣秀吉によるバテレン追放令の内容とは、戦国時代のキリスト教事情。戦国時代に日本に入ってきたキリスト教、信長の時代までは受け入れられ、キリシタン大名と呼ばれる存在も多くいました。しかし秀吉の時代になるとそれが一転し、やがて迫害の対象に。そのきっかけがバテレン追放令と呼ばれるものです。今回はその追放令が起こった背景とその内容について検証していきます。キリスト教の日本伝来での経緯。キリスト教を日本に伝えたのはフランシスコ・ザビエルというのは教科書にも出てくるほど有名な話です。中世までは一部の東方諸教会を除き、キリスト教カトリックだけが存在し、主にヨーロッパ中心の宗教でした。しかし、宗教改革の波が押し寄せて誕生したプロテスタント教会への危機感、また大航海時代を迎えたことから、世界宣教に乗り出します。イエズス会に属していたザビエルは、1549年にインドのゴアからジャンク船に乗り日本を目指しました。この中には洗礼を受けたばかりの八次郎ら3人の日本人が含まれています。最初に薩摩半島の坊の津に上陸しました。時は戦国時代。戦乱の最中、布教が許された一行は鹿児島に入り、カトリック教会が崇敬する聖母マリアに日本を捧げます。この時代は戦国大名だけでなく仏教寺院も僧兵を持って戦っている世界。中には一向一揆と呼ばれる寺院が指導して戦う農民たちもいます。誰もが戦死で誰もがいつ死んでもおかしくない状態でした。そんな状況で入った新しい教えは、既存の寺社と違い、本当の救いをもたらすものと信じられ、瞬く間に広まっていきます。そして、九州の大名を中心にキリスト教に改宗する者が増えていきました。そして彼らキリシタン大名は、同時に南蛮交易にも積極的に乗り出します。信長時代の方針。ザビエル一行は京の都まで足を運び、布教の許可をもらうために後奈良天皇や室町将軍足利義輝への拝謁を請願しますが、聞き入れられず、ザビエルは失意して九州に戻りました。しかし、ザビエルの後を継ぐように宣教師たちが日本で活躍を続け、ますますキリシタンの数が増えていきます。やがて戦乱の日本に統一の動きが見えてきます。最初に登場したのが織田信長。信長は京を中心に勢力を広げ、やがて室町幕府を滅ぼし、天下人としてその存在をあらわにします。そんな信長はキリスト教に対しては寛容の姿勢を示し、庇護します。当時は戦国大名化した石山本願寺や比叡山延暦寺と対立していたことが背景にありました。また、イエズス会が信長の軍資金のスポンサーという説もあります。そして宣教師のルイス・フロイスは信長と面会し、キリスト教の布教許可をもらっています。ただし信長自身がキリシタン大名のように改宗したという記録はありません。あくまで自らが目指す天下布武実現のためにキリスト教を利用したに過ぎないのでした。信長は志半ばにて1582年に本能寺にて果ててしまいます。ちなみに信長がそのまま生き続けて天下を取った後にキリスト教に対して同様の庇護をしたかどうかは未知数。場合によってはこの後紹介する秀吉や家康らと同じことをした可能性が高いです。秀吉政権初期のキリスト教。信長亡き後、天下人として名乗りを上げたのが秀吉です。瞬く間に信長に代わって天下人として突き進み、1590年に日本全国を統一します。そんな秀吉とキリスト教との関係ですが、当初は信長同様に庇護しており、友好的で優遇しました。ただしこれはキリスト教だけの話ではありません。神社仏教にも同様に寛大な姿勢をとります。例えば比叡山の再興をしたり、本願寺側とも手を組んだりします。本願寺建女が九州遠征時に先導を務めるほどの関係まで回復していました。天下人を目指す秀吉にとっては、あくまでキリスト教も神社仏教も自らの野望のために利用しているだけに過ぎません。そして逆に邪魔な存在となれば、一点排除をすることになります。それは
秀吉自身が九州の島津を討伐する時のことでした。大友宗麟からの要請を受け、大軍勢を率いて九州統一目前の島津と激突。数の力で圧倒し、島津を支配下に収めます。ところがこの一連の戦いの中で、秀吉は九州におけるキリスト教イエズス会の勢力があまりにも大きいことに驚きます。例えば肥前の国の長崎港ではキリスト教徒が跋扈しており、あたかもポルトガルの植民地のようなありさまになっていたのです。天下統一を目指していた秀吉が見た他国に支配されている状況、その元凶にキリスト教がと考えた時、ついに初めてのキリスト教への迫害、バテレン追放令公布とつながります。1587年に秀吉が発したバテレン追放令とその内容。では実際に秀吉はどのようなバテレン追放令を出したのかを確認します。まずこれは1587、天正15年に豊臣秀吉が九州討伐を終えて滞在していた筑前箱崎、現福岡市で発令した文章です。ちなみにバテレンとはポルトガル語で神父の意味を持つパドレから来ています。天正15年6月18日付け覚えから始まるこの文章は11条からなるものですが、一向宗のことなどキリスト教と無関係のものもあります。関連する大まかな内容は次の通りです。 1. 自らがキリスト教徒かどうかは自由。 2. 土地を治める大名が一般の農民にキリスト教を押し付けることはあってはならない。なぜならば大名は国替えをすることがあるが、農民は国を移動しないからである。 3. 地業、領地が少ないものの信仰は自由であるが、多いものは秀吉の許可をもらうこと。4. 外国に日本人を売る行為は禁止する。またキリシタン・バテレン追放令では次のことが書かれています。 1. 日本はもともと神々の国なのに、キリスト教の国から邪教が来るのは悪いこと。 2. 大名が天下の法律を破り、一般人を信者にして寺社を壊されることはあってはならない。 3. キリスト教の宣教師は自由意志で信者にしていると思っていたが、そうではないようだ。だから日本に宣教師は置けない。 4. そういう理由だから今から20日以内に祖国に帰れ。また貿易船は商売目的だから許す。 5. もし日本の仏教を妨げないのなら戻ってきても構わない。追放令の原因 1. 拡大と反乱のリスク。このようにバテレン追放令はキリスト教そのものを禁止したのではなく、キリスト教の宣教師や大名の目に余る行動を戒めた意味合いが強いです。それではこのような追放令を出した原因ですが、一つ目はキリスト教の拡大と秀吉政権に対する反乱を起こすリスクを考えてというのがありました。これは信長の時代に頭を悩ましたのが一向一揆でしたが、それは身分の低い農民が中心です。ところがキリスト教は大名も改宗しているという点がありました。もしこの大名がキリスト教の名のもとに反乱を起こると大変なことになるというもの。特に問題視したのはイエズス会日本支部の準管区長ガスパール・コエリョの軽率な行動もありました。コエリョは日本全土が改宗した際には中国に日本人兵で攻める案を持っていました。また九州のキリシタン大名を糾合して秀吉と対立させようとするなど、野心家としての動きを見せていたからです。宣教師が悩んでいる個人に心の問題として布教する分にはともかく、大名を巻き込んで勢力を拡大しようという行為に秀吉が黙っているわけにもいかず、そのようなことをけしかけるバテレンを追放しようと考えていたようです。追放令の原因に神道仏教の迫害阻止。次に神道仏教への迫害の問題がありました。戦国時代には特に仏教が大名のように武力を持って領土を支配し、信長がそれと対峙している構図がありました。しかし秀吉の時代になると、そういった仏教の勢力がそぎ落とされ脅威ではなくなります。ところが代わりに入ってきたキリスト教の布教により増えたキリスト教徒が、
神社仏教を破壊する行為を平気で始めます。それをキリシタン大名が後押しした形跡があり、特に有馬、大村の両大名が積極的に行っていました。秀吉は小江に神社の寺院を破壊して像を焼く理由を問いただすと、小江は真理を知った者はキリスト教以外に救いがないことを悟り、救いに全く役に立たない神社に対して自ら決断して建物や像を破壊しているのですと答えました。そのような日本古来の宗教を平気で破壊することは自由であるという行為は、そのままポルトガルなどの異国の文化がそのまま日本に入ることです。つまりそれらの国に支配されることへの警戒感につながりました。そのようなことから秀吉がバテレン追放令を発布するきっかけになったことは間違いないようです。追放令の原因3、ポルトガル人の奴隷貿易。3番目にポルトガル人の奴隷貿易というのがありました。ザビエルが日本で布教を開始し、キリスト教徒が増える一方、ポルトガルなどの諸外国は日本との貿易に乗り出しました。高山右近などの一部を除き、大多数の戦国大名たちはその貿易で富を得ることを目的としてキリシタン大名に改宗していきます。ところがその貿易の中には人身売買が含まれていました。古くから奴隷制度があるポルトガルでは、日本を含めアジア諸国の人たちを奴隷として売買することを始めます。1555年の教会の記録として、ポルトガル人が多数の日本人少女を買い取ってポルトガルに連れて帰ったということがあります。その目的は性的な理由でした。そのような行為に警戒した秀吉は小江領を召喚して叱責しており、奴隷貿易を禁止する目的でバテレン追放令を発布したとされます。しかし11箇条の覚書には記載されていますが、追放令そのものには記載されていません。これは秀吉だけでなくイエズス会も否定的で、日本人奴隷の禁止をポルトガル政府に呼びかけていました。またポルトガル国王セバスチャン1世もこの行為が宣教に悪影響が出るということで、1571年に日本人奴隷貿易の中止を命令しています。ちなみに秀吉の怒りは相当なもので、インドまで流れ着いた日本人を連れ戻すように言い渡したほどでした。追放令の原因4、キリシタン女性の拒否。最後にこれは原因として挙げられていますが、最も信憑性の薄いものとして扱われています。内容は次の通りです。ある日秀吉が大名の有馬に関係する女性を連れてくるよう命令します。ところがその女性はキリシタンでした。そして秀吉の命令を拒否したために激怒した秀吉が発布したというもの。側室も多くいた秀吉の女あさりが失敗した結果ということですが、これは実際とは違うとされます。正確には女性を連れて行こうとしたのは秀吉ではなく、役員禅僧という医者でした。平安時代の名医の末裔で、そうでもあった彼は1585、天正13年に発生した大飢饉と疫病の流行に対して祖先の役員の復興を願い出たところ、勅命を受け従五以下に除されました。地位と権力を経た禅僧がものにしようとしたところ、女性が言うことを聞かないことを腹立て秀吉に懺言したのでした。しかし他の理由と比べてあまりにも個人的な内容なので、信憑性に疑問があります。ちなみにバテレン追放令の筆を取ったのが禅僧、そしてキリシタン追放に活躍したと記録されます。追放令発令後の影響。秀吉によるバテレン追放令が出たことで、それまで自由に布教活動をしていた宣教師たちはそれまでの行動を戒めます。宣教師たちは長崎の平戸に集結。この町の北側には宅島と呼ばれる小さな島がありました。この島の所有者はキリシタンの小手出しです。そしてその島の中には洞窟があり、重大な会議が行われました。その中には日本占領計画という危険なものが含まれています。それは長崎を軍事要塞にして植民地化しようというもの。周辺のキリシタン大名に持ちかけましたが、
大名たちはこの提案には否定的。そのため幻に終わりました。一方、追放令発令後に秀吉が具体的に起こした行動は、京都にある南蛮寺教会の破却と、長崎にあった高官と教会堂の接収を行います。しかし秀吉はこの時点ではそれ以上キリスト教に対して厳しい措置は取りませんでした。あくまで大名や宣教師たちが強制的に農民を改宗させている行為に対して禁じているのであって、個人がキリスト教を信じることまでに対して否定的ではありません。またそれ以上に南蛮貿易という存在がありました。貿易で多くの富を得られると考えていた秀吉は、これ以上キリスト教に対して攻撃的な姿勢を取ると貿易ができなくなると考えていたからです。1596年のサンフェルペ号事件、秀吉が直接迫害したきっかけ。1587年のバテレン追放令は初めてキリスト教に対する禁令でしたが、キリスト教そのものへの禁令でもなく、また貿易を重視していたこともあり、あまり強力なものではありませんでした。宣教師たちも表立っての布教はしないものの、各地に潜伏しながら引き続きキリスト教の教えを広めようとします。ところが9年後の1596、文禄5年に起きたある事件をきっかけに秀吉の態度が強化します。それはサンフェリペ号事件。この年フィリピン・マニラを出港したスペインのサンフェリペ号は太平洋横断を行おうとしていました。ところが東シナ海で台風の被害に見舞われ、かろうじて日本に流れ着きます。土佐沖に漂着した船を見た大名の長宗我部元親は、高知の長浜に船員たちを留め置きます。その際に所持品や荷物を調べているうちに、スペインは海賊でこれまで南米のペルー、中米のメキシコ、そしてフィリピンを武力で制圧したことを知り、日本でもそれを行うために来たといった内容を秀吉に送ります。スペインと日本の国力の違いを語ったとの記録もあり、それを聞いた秀吉は直後に禁教令を発布。宣教師と修道士、日本人信徒20人の合計26人を処刑してしまいます。これは日本26聖人とされるもの。秀吉がキリスト教徒に対して唯一迫害した事件として記録に残ります。秀吉亡き後のキリスト教1、家康が出した本格的なキリスト教禁止令。サンフェリペ号事件により秀吉がキリスト教徒に直接迫害を開始しましたが、この2年後に秀吉が死去、時代が大きく動き、関ヶ原の合戦を経て家康が天下を取り、江戸幕府が開府します。関ヶ原の合戦が起きる半年前、1600、慶長5年3月にイングランドのリーフデ号が日本に漂着。この船には後に三浦按針と呼ばれるウィリアム・アダムスが乗っていました。彼はプロテスタントだったこともあり、当時日本にいたカトリックのイエズス会からの反発はありましたが、家康は彼らを引見。プロテスタントのことを知った家康は彼を重用、布教を黙認しています。しかし禁教令自身は解除していません。とはいえ、一時は再びキリスト教の宣教師が来日し、九州を中心に教会が建てられて発展しています。ところが1608年に日本人が60名以上殺害されたマードレ・デ・デウス号事件、それに続いて家康の側近本多正純の家臣でキリシタンの岡本大八が起こした収賄事件などが相次ぎ、ついに家康はキリスト教に対して禁止令を出しました。それは1612、慶長17年4月のこと。これは秀吉時代よりもより厳しい内容となっています。キリシタン大名や旗本などキリスト教徒だった領主の改易や処刑が始まりました。このため熱狂的な元キリシタン大名高山右近はフィリピン・ルソン島に渡ったほどです。秀吉亡き後のキリスト教2、家光時代に起こった島原の乱と鎖国。家康による慶長の禁教令以降、本格的なキリスト教への迫害が始まりました。2代将軍の秀忠も
家康に追随し、1619元和5年にキリシタン禁令の高札設置、1622元和8年の大殉教ではキリスト教徒が55名非刑や斬首されるなどの事件が相次ぎ、キリスト教徒に対して帰教を迫るようになりました。1629寛永6年には有名な踏み絵が登場。しかし度重なる迫害でも密かに信仰を守る隠れキリシタンも登場します。そして1637寛永14年には島原の乱が勃発。もともとキリシタン大名有馬氏の所領だった地で、当時の領主だった松倉勝家は石高を過大に見積もったために、キリシタン弾圧と過重な労役と年貢を課していました。それに爆発した民衆は天草四郎を頂点に残されたキリスト教徒が集結、島原半島の原城に立てこもります。幕府軍は4ヶ月にわたってこれを攻撃し鎮圧。乱の主要因を起こしたとされる勝家は幕府により斬首刑に処せられました。これをもって幕末の開国まで表立って日本国内にキリスト教徒はいなくなりました。戦国時代ライターそよ風の独り言。キリスト教への迫害が強くなったのは家康以降で、秀吉の頃はまだ信仰の自由については認めていたのがわかります。しかし唯一神信仰を持つキリスト教は既の権力者にとって厄介な存在。かつての古代ローマ帝国が内部から崩壊した理由もキリスト教と言われます。そんなキリスト教も幕末の開国から復帰、明治維新後もしばらく日本人は禁教でした。やがて認められ、教会が続々とできて現代に至ります。ちなみに信仰の自由は戦後が初めてではなく、明治の大日本帝国憲法下でも保障されていました。